ャラクターのミャクミャクです。はい、再びよろしくお願いします。先ほどの阪南大学さんのね、踊りがあったので私たちも一緒にちょっと踊りたいなと思ったんですけどね、やっぱ仕事上なかなか難しいということで、しっかりとね皆さんに今日メッセージをちょっと伝えたいなということで、お邪魔しました。皆さんこのユニフォーム着てる通りですね、セブンイレブンについては皆さんいろんなお買い物してくださってるというふうに思います。おにぎり買っていただいたり、お茶買っていただいたり、お菓子買っていただいたりと思いますが、そのセブンイレブンジャパン本部ですね、今回、2025年の4月13日から行われます、万博にですね企業として参画することが決まりました。本当に大きな拍手ありがとうございます。もう笑いばかりの拍手ありがとうございます。もっと足りないですけどありがとうございます。はい。